はい、今日の一品です。まずはきゅうりを半分に切って種の部分を取り除いていきます。お弁当で水分が出ないようにさらに半分に切って細かく切っていきます。細かく切ったら塩を振って塩もみしていきます。塩もみしたら水洗いをしてギュッと水分を絞り取ってください。そしてハムを1パック細かく切ってからきゅうりと混ぜていきましょう。そしたらじゃがいも1つをレンチンしてマッシャーで潰していきます。はい、さあ先ほどのきゅうりと混ぜてここで軽く塩コショウをしておきましょう。塩コショウして全体を混ぜたら今日はマヨネーズをたっぷり入れて混ぜ合わせ、お弁当用のカップに入れれば完成です。きゅうりが主役のポテトサラダ、お弁当にどうぞ。